何2ロストしたいんだよ。ロストボール枯葉で、あれね、枯葉で違う OB は浜名で OB 8番右。いや、そういう OB じゃない。何そういう OB じゃないって。そういう以外の OB あんの。違う、あのね、今日、違う、それ僕が言いたいのは、僕が黒で、宮下さんが白、うん、で、やったらどうなるかなと思って、黒からやったんだ。やったけど、うん、100% 勝てない。勝てない。いや、そりゃそうだ。 100% 勝てない。だって、そうしたいんだもん。あ、そうしたいよ。 100% 勝てないわ。全部5、6時前だもん。全部5、6時前。あ、白がね、うん、黒よりね。いや、それはそう。あれでやられたら 100% 勝てない。いや、それはそうだ。それを狙ってたんだけど、もうそれバレちゃった。いや、だって12番のロングだってさ、あれバンカー、左のバンカー手前入るので270だったね、うん、一番黒からやったら、うん、白からやったらだって240で左のバンカー超えるんだ、うん、100% 勝てないよ。分かりましたよ。でも、そういう、うん、そういう魂胆が。いや、まあまあ、だからいいんだよ。それを分かってくれりゃいいんだよ。あれさ、あれはね、あのね、いくら上手くても後ろでやられて、バンタビね、150、絶対150切らないから。絶対残るよ。あれ無理だろ。じゃあ、2人で白から回る。いや、そういうんじゃなくて、今日社長と話してて、2人でバックで、宮下さんに俺がハンデ。ハンデはダメなの、嫌なの。なんで？ハンデは欲しくない。何それ何そのハンデ欲しくないって。ハンデはいらないんだよ。それじゃあ試合になんないじゃん。え、いや、だから黒からやれよ。だから白はね、ちょっと無理だわ。俺青にしろって。だから、青だったら80打つ可能性もあるわな。何その、何その、いや、ドライバー飛んでっから俺。言っちゃってる、これ言っとってんすよ。もう昨日の金子さんのレッスンでもう曲がんなくて飛ぶ方法まで分かっちゃったから。最強だよ。よう言えますね。最強スペック手に入れてるから。で、最強の打ち方も手に入れたから。白はもう 100% 俺勝てないから。いや、そんなことないって。白からだよ。いや、じゃあ、あのね、今日ね、強烈いいゴルフしてフォーバーだもん。OB 打ってますけどね。どこで OB 打った。7番の右、セカンド。あ、右突き抜けたって感じ。いやいや、セカンド OB って。あ、セカンド、ちょっとビラって。あ、右のグリーンだ、うん、あ、それはあるね。ラフだろ、ラフからだろ、打ったの。いや、フェアウェイ。いや、そりゃ下手だね。だって6番アゲンストビューブ吹いてくるから。6番ぐらいか。いや、5番。あ、5番も積んじゃ右は狭いわ。しかもドライバー食らわしてたよ今日。ドライバー調子良かったから。いや、なんかシャフトを変えてったのがあざになってるんじゃないですかみたいなのは俺のところに情報入ってきたんだけど。いや、ドライバーは完璧です。完璧だった。それで、それあれスコアってことは、やっぱドライバーちょっと、いや、フォーバーで回ってんだったらいい勝負だよ、俺白からやったって。俺はだって5オーバーし黒だろ。白優しすぎる。ドライバー打ったら全部100ヤード。だから3度でしょ、残されるから。だから100ヤードいないってことだ。僕が150ってことは100ヤードいないってことだ。だから大体乗せられるから、ボギーはあんま打たない。ずりーよ。だって18番だって下手したら練習場のあの右からドローかましたらさ、まあ、よく書いて、あ、待って、よく書いて OB やるな。いや、OB はないよ。右に外すことはないじゃん、俺。左の池はあっても右の OB はない。いや、そう、もう左の池はあるんで、うん、いやね、じゃあ、だから俺、いいボールしてフォーバーってことは宮下さんに下手したらね、俺ね、一番嫌なパターンがあるんですよ。何？あのね、気持ちよくなっちゃう。気持ちよくなっちゃう。だってバッタビ、あの8メーターぐらいのさ、グリーンでバーディートライができたら、全ホール100ヤード以内なんだ、セカンド、うん、いや、だから白でやりたいんだよ、俺は。なんだそれ。まあ、でも今はあの7番アイアンぐらいまではアイアン全然コントロール効くようになってきたから。あの、じゃあ分かりました。そしたら、うん、僕黒で、皆さん白でいいっすよ、そしたら、うん、それで条件1個つけてしまう。ルール改正あり、途中。ねえよ、そんなもん。あるわけねえじゃねえかよ。ルール改正ありにしてください。いや、そしたらもうじゃあこれ最後の意見ね。視聴者の皆さんに決めてもらおう、ルール。
だから僕が黒で宮下さん白で行って僕浜野今日行ったら全部5、60前なの。下手したら70前のとこあるの、うん、とあのだから例えば7番なんか。ああそうだろうね。もう5、60前っていうことで、もしドライバーの飛距離が俺と小暮が変わらなかったらもうそのままの距離残るってことだもんね。そうだ、多分俺の方がまだ10ぐらい前行く可能性あるから。じゃあもうサムしか使わないじゃん。いや、その頭しかないっつうの。いや、こういう条件になっちゃいますけど見たいですかっていう、これ質問だから僕たちが勝手にさルール決めてますけど、うん、視聴者はだから例えば2人でバックでやって、僕が宮下さんにハンデ上げて、で宮下さんがバックって死に物狂いやるのを見たいのか、白になって気持ちよくピーンとかって。いや、見たいのか、見たいのか、だから、まあ、が僕はもう黒確定ね。黒でもうバンタビ200ヤードとかのユーティリティとか、ユーティリティ持ってないですけど、そのロングアイアンで、ね、ロングアイアンだ、ミドルアイアンだな。で、12月の寒い中やる、僕もだから僕は必然的に歯食いしばってやるんですよ、うん、今日なんかもうそれ想定していったんだもん、うん、だから僕は歯食いしばりますと黒で、うん、で、宮下さんはどこでやるか、白で気持ちよくなるっていい子ね、もうお前なんか言うってやるのを見るのか、青で、まあ俺も厳しい戦い、いや、厳しくないよ。いや、あ、そうか、青だったらね、やっぱり、まあでもないな、青でもいいよ。いや、だからそれを視聴者の皆さんに決めてもらう、ちょっと意見を、うん、だって青でも大体あの1番ホールの短いじゃん、390ぐらいじゃん、あそこ、うん、青からだとね。俺あの右のバンカー入らないから、だいたいいつもピッチングで打ってるんだよあそこ。俺は今日一番後ろでバンカーの真ん中ぐらいまで行きましたよ。転がるから今、あ逆にね、あじゃあ俺下まで行っちゃう。そうあのね、夏場はね転がんないけど、この時期ね転がるの分かった。だから小暮黒で俺が白でいいのか、うん、それとも青がいいのか、それか黒で2人で僕がハンデあげる。黒は嫌だよ俺が。まあ、80の後半打ちたくねえもん。だからハンデ上げるって。例えば僕の黒だったら、僕一応車で今日考えたのは、あの3枚3枚だとまあ僕勝っちゃうかな、だから4枚4枚ぐらい、ハーフね、ハーフ4枚。あまあそれ黒、冬の黒は厳しい。いや厳しい、僕だってこれワンピンのパーパット何発入れるか。黒はやりたくないな俺。だって黒夏場にやったって泣けんだからさ。転がんないからね夏場は。でちょっと意見を、で意見ちなみに2年前に黒から1回やったことある。その時82だ、うまいじゃん。でその前にだから俺が浜野行ったのは、小暮とノリ君と龍太と行った時に回ったあの青からやった70あの3オーバーでの、その時じゃあ青と黒だから白でアンダーパーのベストスコアを出したいと思った。何気持ちよくなろうとしてるの。でもそれ見たい人いるかもしれないんで、だから意見聞いて、その平均の意見でやる、あのちょっと、まあ、考える参考にして、それでルール決めないと。やっぱいやだってそれ普通もう多分見てる人は多分青から同じようにやってくれたと思うよ、あの東武藤川が回った時に。そしたら僕が勝ちますよ。いや今は分からないよ。アイアンがちゃんと当たるんだもんラインで。前はもう どこ行くか分かんないで打ってるわけだから、アプローチとパター効かせてなんとか70台っていうゴルフじゃん俺今まで。あとそしたらもう一個あって、刃物が A グリーン B グリーンあるわけじゃないですか、うん、B グリーンの方が長いんだよな。そうで、なんかねちょっと詳しく分かんない。いやそんなのグリーンどっちでもいいよ、関係ないもん、俺入らないもんパッと。それにもよるじゃないですか。まあだからそれどあのまあいいや、俺と小暮がもしバーサスで、まあ、年内できるか、まあ、1月入ってるか分かんないけど、うん、やるんだったら、まあ浜野は確定ね、ツーサムで浜野ね確定ね。でそれをだから小暮は黒を確定なんだけど、俺が青のバックがいいのか、それとも白でやってもいいのかをあの やるか、もしくは黒黒で僕がハンデ、俺がにハンデもらう、俺がハンデもらってやるから。僕はだからね、アンダーパーで回る気配はないっすよ。いや、ねえよ、当たり前じゃない。ねえ当たり前だよ、ふざけんなよ。大体体が動かないんだもん、ちょっと寒くて。俺にはあのエースドライバーがあるからね、ちょっと楽しみだけど、その辺の意見をじゃあ聞かせてくださいってことでいいね。うん、ちょっとそれで打ち始めと打ち納めが一緒になっちゃう、宮下さんとね。
まあでもあのこれだけは言っとかないと。小暮は今年のラウンド数は30近くあるわけですね。30も行ってないですよ。月に2回行ったって言ったって24だよ。そんな行ってないもん月に。いや絶対行ってるって。行ってないですよ。月2回絶対行ってるって。だってプライベートラウンドゼロだから。いや俺はプライベートラウンド。何と思ってるんですか。俺はだってもう全部 YouTube 上げてるのが2本だから今年、うん、春先の小一郎と番長と回ったのと、はい、でこの間の番長とのり君と回ったの2回だけだと。まあそれはちょっとあの意見をちょっとお聞かせくださいってことね。そう、それでどんなのがどんなルールがいいのかなって。ちょっとだからただ一つ言えるのは今日はねこのいいコンディション昼間暖かかったじゃないですか、うん、このコンディションでこれだったら寒かったら80確定ですよ。いやいやフォーバーで待ってるのは大したもんだよ。うまいうまい、いい条件、やっぱりお前うまいよということで皆さん競争しろということでよろしくお願いします。絶対勝てないよ。